全然この3ヶ月、4ヶ月、ひげが邪魔だなって感じがしなくなったっていうか。ビジネスマンのためのスタイリスト、森井義行、37歳。電動シェーバー使ってるんですけど、もう本当に電池がなくならないっていう。自身の毛床さに悩む彼がたどり着いた場所はここ。男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。これがですね、元旦しか休んでないっていう、ね、明日久しぶりに休みます。17日ぶりのそうですね、一応テレビの収録日の朝はちゃんと剃りましたね、念のため昔以上にそういうひげ剃りに対するプレッシャーっていうか、なんか剃り残し大丈夫かなみたいな心配がなくなりましたね、テレビ収録でも。眉毛の高さだったり髪周り全部大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です、はい。施術を終え、現在の心境を伺うことに。はい、ありがとうございます。今日はですね、もう本当麻酔してないのに寝そうになるくらい痛みがある。ここまで来ましたね。まあ、ここまで来るんだなっていうのびっくりしました、本当に。経験者としてはそんな痛みがないなんてありえない。やっぱり興味があるみたいで、絶対聞かれる質問は、痛さってどんぐらいなんですかとか、どれぐらいの頻度で行けばいいんですかみたいな。つい本当に今日も先ほど聞かれて、あれって毎日でも行っていいんですかねみたいに聞かれるんですけど、まあそれはもう要はヒゲのことを知らないと、やっぱそういう風になってしまう。休眠期っていうのがあってとか、そういうの全部僕も知ってるので、いやいや2ヶ月とか3ヶ月空いてからじゃないと行っても当てても意味ないんですよみたいな。説明していただいてそうなんです、はい、